しかもこの天津輪もね、すごい細かく再現されております。コレクションフィギュアシリーズ Q ポスケットからシャイが登場しました。今回特別にお借りすることができましたよ。バンザイマニア、いつでもフルスロットル、つぐみんです。なやまるです。おっ、いでにーです。おっす、いでぼうです。おっす、今日はテレビアニメシャイのフィギュアをたくさん紹介します。いやー、待ってました。来ましたね。来ましたね。いや、シャイといえば去年の10月からテレビアニメが放送が始まりまして、はい、第2期の制作も発表されました、うん、ね、こんな盛り上がっている中なんですけども、もうこんなにフィギュアが登場したんですか。新しくラインナップされたフィギュアもあるし、うんうん、今までに登場してるフィギュアもこうやって、うんうん、うわ、嬉しいわ、もう豪華。やっぱシャイっていろんな国のヒーローが集まってるから、うん、まあ、それぞれ個性的なこの衣装だったり、うんうん、この表情とかもどんな感じにフィギュア化されてるのか気になるよね、うん、本当にね、もう私の推しのヒーローもいますから。そうですよね、もう最高です、うん、最高です。もう今日はね、シャイフィギュア特集ということで、たくさんのキャラクター紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていこう。バンマニ、まずはこちら、シャイレディーブラックフィギュアです。はい、スイスのヒーローレディーブラックがフィギュアになって登場しました。こちらはおなじみの前工場を言ってるポーズですね。自身が所属する組織の名前でもある黒十字を腕で表してて、力強さがありますね。そしてやっぱりレディーブラックといえば、このふんわりとしたツインテール、こちらの造形も細かく再現されてます。このリボンもとても可愛いですよね。そしてこの衣装ですね、スカートの揺れ具合とかもこうやって細かく再現されております。全身見てもとっても可愛いですね。でよく見るとこうゴーグルもね、しっかりあって、こっから覗く緑の瞳が可愛いですし、しかもこの天津輪もね、すごい細かく再現されております。とっても可愛いレディーブラックのフィギュアになってますので、ぜひ皆さんゲットしてみてください。シャイレディーブラックフィギュアは2024年1月より順次全国のクレーンゲームで登場中です。続いてシャイミエンロンフィギュアです。中国のヒーローミエンロンも立体化されました。私ミエンロン一番好きなので、この登場すっごく嬉しいんですけど、ミエンロンはアニメでも女の子に間違えられてちょっと気にしてたので、可愛らしいって言うと怒られちゃいそうなんですけど、男らしいヒーローを目指しているミエンロン、応援したくなりますよね。全体的にこうゆったりした形になっていたり、ちょっと袖口がポテッとして広がっている感じも中国の伝統衣装のような見た目になっていますよね。風を受けてこう広がっているような感じも再現されていますし、この中にショートパンツのようなものを履いていて、このシワ感だったり、この先がちょっとキュッと締まった感じも再現度高いですよね。この中の衣装も深い緑色になっているのが中国っぽい感じがしていいですよね。顔を見ていきましょう。ブルーの瞳もすごく鮮やかに再現されています。このミエンロンらしいネイビーの髪がとっても綺麗ですよね。2本上にピョンピョンって跳ねている髪もちょっと寝癖っぽくて可愛らしいですよね。こんな感じで髪の束感だったり、いろんな方向に髪が向いてるんですけど、これもすごく細かく再現されています。シャイミエンロンフィギュアは2024年1月より順次全国のクレーンゲームで登場中です。続いてシャイキューポスケット、シャイです。大きくツヤのある瞳とふんわりと優しいほっぺたの質感が可愛いコレクションフィギュアシリーズキューポスケットからシャイが登場しました。もう私キューポスケット大好きなので、もうたくさん持ってるんですけど、いよいよシャイが登場したということで、もうめちゃめちゃ嬉しいです。もう早速ね、見ていきたいと思いますよ。はい、もうやっぱりまずはこの特徴的な大きなクリクリの瞳ですよね。すごく可愛く造形されております。シャイなのでちょっと眉毛も下がったような表情になってますね。こう恥ずかしがってるような感じが出ていて、すごくいいですよね。ほっぺたもぷっくりと造形されているんですけれども、ほんのりと赤い色がついてますね。これも恥ずかしがっている表情のような感じがして、すごく可愛らしいです。でさらにこちらゴーグルがクリアのパーツでできているので、このようにしっかりと表情を見ることができるのも嬉しいポイントですね。はい、服装もね、しっかり造形されていて、このベルトの金具の部分だったりとか、この内股のね、ちょっと恥ずかしがってるようなこの足もね、可愛いですよね。もちろん
この後ろ側もですね、髪の毛の束感だったりとか、このフードもね、しっかりと造形されております。後ろから見てもやっぱりこの内股がしっかり確認できてかわいい。はい、もうこのようにもう可愛らしいサイズ感で、もう私も絶対ゲットしてお家の机に飾りたいですね。シャイ Q ポスケット、シャイは2024年2月より順次全国のクレーンゲームで登場予定です。続いてシャイツベタフィギュアです。ヒーローと敵対する集団アマラリルクの一人で氷を操る能力を持つツベタが登場しました。早速ね、表情を見ていきましょう。見てください、このクールな感じ。ツベタらしい冷たい表情してますよね。まさに強敵って感じがしてめちゃくちゃ雰囲気ありますね。そしてね、衣装のマントも細かく再現されています。劇中再現すごいですよね。これ細かいところを見ていくと、フードのところにはこうしてね、金色のラインも入ってるんですよ。まさにね、再現度高くなってますよこれ。そしてね、やっぱりツベタといえば氷を操るので、この両手見てください。両手の氷再現されてます。クリアな感じ、すごくね氷を表していて、しっかりね凹凸もあるんですよ。ツベタの攻撃してるシーンなんかをね思い出して、いやー、ツベタやっぱりかっこいいです。リアルなこの氷の感じもぜひ飾ってみたくなるようなアイテムになってます。はい、すごく細かく再現されているので、皆さんもぜひゲットしてみてください。シャイツベタフィギュアは2024年2月より順次全国のクレーンゲームで登場予定です。続いてシャイクフフフィギュアです。こちらもアマラリルクの一人で万物を引き寄せる能力を持つクフフが登場しました。かわいいですね。早速表情の方から見ていきましょう。はい、見てください、この表情、ちょっとクフフらしい不敵な笑みを浮かべてますよね。黄色い瞳もね細かく再現されてます。そしてクフフといえばやっぱりこのボリューミーな緑の髪ですよね。この緑の髪に映える赤の髪飾りもとってもかわいいです。そしてそしてよく見ると、このクフフのほっぺたにね、ニコちゃんマークがあるんですよ。こちらも劇中再現されております。そしてクフフのこの衣装ですね、印象的なちょっと大きめなマントを着てますよね。このマントから出る大きな袖もとても可愛いですし、そしてこのマントの真ん中から見えるこれですね、こちらは実は中にベストを着ていて、この特徴的なデザインもとっても可愛いですね。そしてズボンもちょっとね丸みを帯びた感じになっていて、そしてこのボーダーソックスですよね、とっても可愛いですね。白とピンクのボーダーになっております。ブーツもちょっととんがってて、ここも再現されてますね。こちらも同じアマラリルクのツベダと隣に並べて飾るのも可愛いですよね。シャイクフフィギュアは2024年3月より順次全国のクレーンゲームで登場予定です。続いて SH フィギュアーズシャイです。稼働によるキャラクター表現の追求をテーマに、造形、稼働、彩色とあらゆるフィギュアの技術を凝縮したフィギュアシリーズ、 SH フィギュアーズからついにシャイが登場しました。皆さん待ってましたよね、シャイ。もう表情もポージングも可愛すぎてテンション上がってます。こちら実はまだ彩色試作のものなんですけど、今回特別にお借りすることができましたよ。もう試作と思えないくらい彩色すでに綺麗ですよね。そしてこちらのシャイとこの後にスピリッツを紹介するんですが、どちらも表情にとってもこだわって作っているので、ぜひ注目してください。では早速シャイから見ていきましょう。シャイといえばこの白と赤の日の丸カラーの衣装ですよね。ちょっとザ日本のヒーローっていう感じがしていますよね。私はちょっとシャイの衣装で好きなポイントがあるんですけど、この足の部分なんですよね。この膝上までブーツを履いていて、ちょっとこう太ももが見えている感じがたまらないんですよね。内股なポージングとあって、とっても可愛いですよね。このスラッとしていてシャイのスタイルがより引き立っています。そしてこの背中からついているマントのカラーリングもとても綺麗ですよね。後ろに向けてみるんですけど、マントの後ろは黒くなってるんですよ。裏側までしっかり再現されています。そしてこの背中のスラスターの部分もちょっと一段一段こうデコボコしていて、とても立体的に再現されています。じゃあ次はお顔を見ていきましょう。このシャイらしい恥ずかしがっている表情可愛らしいですよね。ちょっと口を開けていて頑張って戦っているんだなっていう表情をしています。そしてシャイといえばこのゴーグルが印象的ですよね。こちらはクリアで再現されております。そしてシャイはこの変身した後に髪が白くなるのがいいんです
ですよね。普段は黒髪なんですけど、こう変身したぞっていう感じがしていいですよね。ちょっと変身した後も黒髪の時と同じクセっ気になっているのが可愛いんですよ。そして SH フィギュアーズといえばやっぱり稼働ですよね。今回は戦闘シーンをイメージしてこんな感じでポージングを撮らせてみました。そしてなんと今回表情パーツが4種類も付属しているんですよ。さらに恥ずかしがっている表情だったり、照れ笑いしているような表情、そしてちょっとポカーンとしている表情もありますよ。ほっぺもちょっとポッと明るくなっていて可愛いですよね。皆さんもぜひゲットして表情豊かなシャイを楽しんでみてください。 SH フィギュアーズシャイは現在予約受付中です。続いて SH フィギュアーズスピリッツです。こちらもまだ彩色試作のものになるのですが、もうめちゃめちゃ可愛いですね。いやこれはやばいです。もうまず見てください、この表情。お酒のボトルを手に持って、ちょっと飲みすぎて酔っ払ってちゃってるんですかね。こうほっぺたがほんのりと赤くなっていますし、瞳もトローンとしていてめちゃめちゃ可愛いですね。そして舌もペロッと覗かせています。わあ、これはずっと見ていたくなりますね。スピリッツといえばやっぱりお酒を飲んでるイメージがあるんですけど、こうやってお酒のボトルもクリアパーツで造形されているっていうのがまた嬉しいですね。そして髪型もですね、ほっぺたにかかるようにしっかり造形されていて、もうイメージ通りですね。鮮やかな金髪となっております。さらにブルーのヒーローの衣装も鮮やかですよね。寒さの厳しいロシアのヒーローということなので、やっぱりスピリッツはこうなるべくこう肌を出さないような衣装になっている。もうここが私の好きポイントなんですよ。そしてこの変身のシーンでも印象的なコートですね、こちらもしっかりと造形されております。このサイドのねボタンも造形されております。メタリック彩色になっていて、また金属感があって可愛いですね。こちらのコートは動かすことができるので、風になびいてるようにもできちゃうのも嬉しいポイントです。このようにブーツのこの紐もねしっかりと造形されています。この編み編みがまた可愛い。はい、ということで私も今回はスピリッツの戦闘中のポージングをしてみましたよ。スピリッツって普段にこやかな表情なんですけど、この戦闘中の時だけキリっていう顔になるのがまたいいですよね。表情パーツがついているので、いろいろと自分でポージングさせることができて、もう最高です。スピリッツの表情パーツも4つあって、にっこりと微笑んでいる表情パーツと戦っている表情パーツ、そして横目線でにっこりと微笑んでいる表情パーツと、スピリッツのお姉さんらしいような微笑んでいるパーツと4つあるんですね。わー嬉しいなー。はい、せっかくなのでこうやって2人を並べてみました。身長差がめちゃめちゃ再現されてますよね。これはもうファンにとってはたまらないですよね。さらにせっかくなのでポージングもさせてみますよ。ご覧ください。はい、このように2人並べて敬礼のポーズをしてもらいました。やっぱり作中でも一緒に行動することが多いのでね、こうやって2人一緒にゲットしていろんなポージングをさせてみたいですね。ぜひ皆さんもシャイとスピリッツ2つ並べて飾ってみてください。 SH フィギュアーズスピリッツは現在予約受付中です。そして劇中に登場する小道具を大人向けコレクターズアイテムとして展開するプロプリカシリーズより天心輪の商品化が決定しました。おー、天心輪、あのヒーローがみんな手首につけてる変身アイテムですね。そうなんです。天心輪は心のエネルギーをさまざまな力へと変換するブレスレット状の器具で、2度打ち鳴らすことでヒーローへと転身できるアイテムになっています。そのアイテムがプロプリカ天心輪として発売されます。現在鋭意開発進行中とのことですので、ぜひ続報をお待ちください。バンダイマニア、今日はシャイのフィギュアをたくさん紹介しました。いやね、こんだけたくさんのフィギュア見てきましたけど、うん、もうねやっぱ個性豊かで表情も可愛かったり、うん、そしてねもう造形も細かく作られていて、めちゃくちゃ楽しみが増えました ね、 ね、今回このクレーンゲーム景品だったり、そして SH フィギュアーズの方も紹介したんですけど、どちらももうそれぞれいいところがいっぱいあるというか、うんうん、まあ、個人的に私メンロンが一番好きなので、うんうん、もう登場したのが嬉しかったんですけど、メンロンは最初こうツベタと戦っていたシーンがすごい印象的だったので、うんうん、私はこの2
2人をゲットして揃えたいなと思います。いいですね。いやでさらにこちらの SH フィギュアーツですよね、もう今回彩色試作を持ってきていただいたということで、もうこの段階からもう完成が楽しみすぎる、ね、動くし、いろんなポージングさせて、ね、遊びたいよ ね、 遊びたいですね。表情パーツもついてるっていうのがフィギュアーツならではの良さだよね。そしてね、天心輪の発売も決定したということで、いやもうどうなるのか楽しみですね。変身したいですね。楽しみ、めちゃめちゃ楽しみです。はい、これからシャイのフィギュアねもうたくさん出てきますので、ぜひゲットしてみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。